皆さんこんにちは、ぎこちゃんです。どうもどうも。いや、久しぶりにドラクエウォークやってるわ。ここ最近ね、あんまりログインもしてないんだよね。なんかやっぱ家出ることがなくなっちゃって、ぎこちゃん、まあ、ジムに行くときぐらいでね、あと犬の散歩ぐらいで、あっち行ったりこっち行ったりしなくなっちゃって、そうやんなくなっちゃったんですけどまあせっかくね、4周年ってことで、ガチャが来たということで、ちょっとやっていこうかなとは思います。一番上か、4周年記念福引き、ちょっと見てみようか。これ、ああこれか、銀河の剣ってんだね。すごいね、 900% だってどういうこと、マジで 900% って何。竜戦士の顔、あ、竜戦士、竜戦士の鎧上、おお、羽長いな。マスタードラゴンみたいな感じだね、見た目は。へえ。で、ウロボロスの盾だって。ウロボロスの盾、ウロボロスの剣、杖もあるよね、そういえばね。はい、まあちょっとこれ引いていこうか。3000だけ課金したんでね、そこに引いていこうかと思います。いや、剣当たっちゃったらなんかもう勝ちな気がする、個人的にはあ、まあ、確定だからね、一枠は出ると。ああ、何が出るのかな。まあでもなかなか当たらんからね、ぶっちゃけ。剣が欲しいな。でもこのゲーム、やってる人にとってはね、絶望的な言葉言っちゃうかもしれないけど、4凸じゃないと本領発揮じゃないですからね。そう、1個だけ当ててもね、なんかちょっと中途半端な強さですからね。なんだノーブルハットって、ちっちゃちっちゃいな。そこはさ、切ないよね。2回目は2000個で1枠確定、なただ高くなっただけ、2枠確定とかじゃないのあ、そうなんだ。あ、でもまあまあまあいっか。おお、確定は来ない。うわ、めっちゃ変わるやん、めっちゃ変わるやん。いいね、1個目の虹で出てくれたら最高なんだけどね。まあ、どっちでも一緒か。1個は出てほしいな、何か。くっ、ピータ、難しいな。まだこんな盾出るんだね、まだピーターが出るんだ。おお、盾だ。すごい、羽4つついてるちょっと余分に守ってくれそうな盾って、なんかおしゃれでいいね。その出た分だけ他の盾よりもね、なんか守ってくれそう。さあ、ということでここから30連していきましょうか。引くべきは4、どれだ、分かりづらいな、これ。これか。あ、これだ。これを引いていくと。銀河の剣やってるためにね。10連目。いや、サクッとなんか出てくんねえかな。盾だけだって寂しいからさ。でも30連なんてほぼ当たんねえよな。どうなの？爆死ね。はいはい、ありがとう。20連目。20連目ってか、実質は、30、40連目か。おお、どうだ、お、いいんじゃない、いいんじゃない。この次か、どうだ。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんかちょっと、おい、出るぞ、なんか、え、なんか出るぞ、なんか出るぞ、これ。え、なかなか、あれ、調子いい、なかなか調子くん、俺今調子くんじゃないこれ。縦と上が出た。俺いつも縦が出ないし上もあんま出ないんだよね。ポコチンと武器ばっか出るんだけど、あ、なんかいつもよりいい、いつもよりいいじゃん俺。どうしたのこれ。これ剣だったら最高なんだけどね。そしたらあとはポコチンと頭だけか。そうだよね。なかなか、何これ、どうしたの。相性いい、相性いいとしたら最高なんだけど、5分の2は当たってるからね5分の3を引けるかどうか。かいっ、おお、ちょっと待って、頭上縦ってことは、あとは剣とポコチンだけか。ちょっと待って、それは熱いって、それは熱いって、それは熱いって、何回言ってんの、それは熱いって。
次やるしかないじゃん。そしたらもう、おい、ほれー、え、こんなに調子いいの？全部爆死とかだったと思っ、全部爆死とかだと思ったんだけど、めちゃくちゃいいっすね。なんすかね、これ。あ、そうですか。まあ、これ200連引けば剣は確定なんですけど、そこまで行きたくねえよな、正直。できれば早い段階で出てほしい。おー、1個出てる。なんだこれは。こっそりポコチンとかにしてくんねえかな。もう他全部出たからさ。でも5分の2か。きついかな、そろそろ。ピックアップを出すことすら至難の技だけど、そこからさらに当てた上で5分の2を引くんでしょ。あー、それじゃねえ、それじゃねえ感がすげえ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ん、金箱多いよ。ん、演出がない。お、来た。ちょっと待って、マジでマジンコ TV、 これ、これ下か剣だ。おお、だよねって言おうと思ったら、え、ちょっと待って、マジか。え、嬉しい。え、すごいすごいすごい。え、マジか。なんだ君、なんだ君は。結局なんだ君は。あと剣か。最後の一点狙い、ここからが大体沼、カイジで言うと沼よ。うん、爆死はほぼないね。なんかいいね、相性いいかもしんない俺この4周年。どうだ。お、なんだお前、お前なんだよ。星5装備1枠確定、それで使うなよ。一番使っちゃいけないんだよそれ。あー、そうか、ここらで。そうだよな。まあせめてピックアップ確定まで行くか。じゃあしゃあないからな、俺の勝負はそこまでだな。オッケー。変な髪型してるけど、変な髪型してた方がなんか当たる説あるな、これ。若干だけど、ある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 。クモクモ、剣出るかな。え、ちょっと待ってよ、剣。おお、イエス。いいね。そうかそうか、そこで使っちゃったか。なんだよそれ、クリスマスツリー出すな。あ、でもいいじゃんいいじゃん、とつってるとつってる。まあでもさすがに5分の1は簡単に引けねえわな。わかるよその気持ち、すんごいよくわかる。うう、爆死。さあ次がピックアップ確定だから5分の1を引きたい。よろしく。5分の1って 20%?20% ぐらい引けるべ。うん。結構高確率だと思ってる 20% は。俺は。個人的には。はい。2箱ちょうだい、2箱。マジ?いいんすか?ありがとなす。最後の1箱がピックアップ確定で、これが何かだよ。だあ。めちゃめちゃ熱いんだけど、どうした?なんかあったか?俺のアカウント。俺のアカウント何かあったか?え?かい!今度縦2個。いらない、そんな守んないよ俺。うん。シールドオーガじゃないんだから俺。勘弁してよそれ。いや、銀河の剣ちょっと待ってよ。ちょっと待て。銀鶴が欲しいね、銀鶴がこっちは。おい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 。ってことは結局やるしかないのかい?ん?結局やるしかないのかい?何なんだこの動画?俺、こんなことしたくないよ、本当は。ここまでしたくないよ。うん。まあでもなんか出たら出たらテンション上がってさ、またやるかもしんないからね、ちゃんと。なんかやっぱ自分のテンションを上げるのは、ガチャの引きだよな。やっぱり。お!これ虹は確定っすね。すら道は来ない。うわー、二つあっち。来てくんねえかな。銀鶴。銀の鶴来てくんねえかな、マジで。
なんだよお前、やめろゴシパラはマジで。ゴシパラ消えろこの世界から。いいね。さあここ勝った、やったマジで沢のツールだよこれ、マジか。もう惰性で引いちゃう。おう、ほほほ、イエス、おう、イエス、カモン、ラスト、これでも泣いても笑っても落ちない。持ってくるじゃん、えっ、ー、2つも、あっ、つつつつ、どうしたの今日、なになになに、ウェルカムトゥギコちゃんこれ、やーい、やーい、剣、おわ、縦縦縦4つ、すごいね俺、縦4つゲットしたんだけど、人数分用意しちゃった。ルーンバックラーは2つ3つあるけどね。はい、ということでこんなもんでいっか、コンプ。